こんにちは。天ーアカデミー堀秀夫です。Amazon オーストラリアに自力で参加して稼ぐのは難しいというお話です。オーストラリアはね、物価が高いんで、まあ、えー、物価が高いなったら売れるものはわかるだろうと。ね、だから自力で参加しても稼げるかなということでね、えー、結構、まあ、自力で頑張ってる人もいるかと思います。あるいは頑張ろうと思ってる人もいるかと思います。 えー、先に、まあ正直なことを申し上げると、おそらく、まあ転売初心者が、えー、オーストラリアアマゾンで自力で稼ぐことは難しいと、まあ。なぜならオーストラリアならではのね、えー、規制の、えー、多さ。そしてなんと、ねえー、アメリカや日本とヨーロッパとオーストラリアがシステムが違う。ね、違うというか、えー、同じ優秀なシステムを使う許可が オーストラリアではそのシステムダメということでね、えー、使わせてもらえなかったのか、あるいはアマゾンがテスト的にね、えー、全く今までの市場と違うシステムを作ろうとしてるのか分かりませんけど、まあ、現時点ではアマゾンの,その自慢のね、リコメンドシステムが作動してないという非常にお粗末なシステムになってます。まあ、このシステムで 売れる商品を見つけるのは、まあ、少々ね、えー、初心者には荷が重いハードルが高いかなという気がします。そして何よりね、えー、Amazon の、まあえー、輸出の場合のハードル英語だと思っている方多いんですけど、まあ、英語できる人でもね、Amazon の対応あるいは何をやればね Amazon に、えー、気に入れられるのかどうやれば売れるのか何をやっちゃいけないのか わかんなくて苦戦してます。これね、えー、セラーフォーラムなんかを見ても、えーまあ、そういう質問多いですし、まあ、今回もね、えー、早速この Amazon オーストラリアでどうやって販売始めるんだいと、わかんないという質問がね、えー、やっぱり、えー、掲示板に出てます。まあ、そんなこんなでね、えー、そもそも問題解決参加方法がまずわかりにくいと。 で、サポートセンターに問い合わせて、サポートセンターの返事通りのね、書類を出して、返事通りの作業をしても、えー、販売開始できないというような例がね、実際にあります。そして、まあ今回ね、えー、まあ想定外で、まあ、これね、むしろサポート受けたいただいている会員さんにはね、えー、まあ 他の方が売り方見つけられない中、まあ多分こうすりゃ売れるという方法を試してもらえばね、えー、実際に売れるようになりますんで、まあむしろ有利なんですけど、まあやっぱりね、今戸惑っている方が結構多いのは、えー、思ったより売れないと、ね。で、これは売れないの不思議でも何でもないです、えー。オーストラリアアマゾンのね、システムが、えー、なんとアマゾンとは言えないようなお粗末なシステムになってます。まあ、これね、オーストラリアアアマゾンの、えー 画面です。販売画面じゃなくて普通の購入者の画面。まあ、これ試しにね、amazon.com.au と、えー、URL 入れて出してもらうと、この私のこの画面と同じ画面、あるいは似たような画面が出てくるかと思います。でこれね、実は Amazon だと珍しいことなんですね。えー、というのは、まあ、このオーストラリア Amazon アでも下の方にスクロールすると閲覧履歴が出てきます。ところが、 他の国のアマゾンだと、その本人が見た画面に合わせて、えー、画面が作られると。なんかトップページから言ってね、す、え、で、ー、に画面が変わってきます。例えば、えー、ワインを見た後はこのように、えー、チェックしたワインに似たもの、あるいはチェックしたワインが並んでます。そしてさらにね、えー、例えば、えー、スーツケース、えー、見てれば、えー、そのスーツケースのね、えー ま、これ、リモアをたまたま見てたんで、リモアのこれありますよ。値段下がりましたとかね、えー、探してるの,の新モデル、えー、違うモデルも出品されました。あなたの見てた商品が値段下がりましたというようにね、これでもかというぐらいね、えー、買うまで、えー、結構連絡が来ます。これ、アマゾンが初めて、えー、今や eBay もね、旅行会社もほとんどこのシステムを取り入れてます。 何しろ普通の人はね、どうしても今すぐ買いたいと、もう見たらすぐ買いますって形じゃなくて、まあちょっと見てね、何度かこう進めてるうちに、あまあまあこの値段なら買っとくかと、あるいはね、え、もう品薄になってきちゃってんの、えじゃあ買っとかなきゃとかね、えー、たまたま買う気が盛り上がった時に買ったとか、最低ね、3回は見て買うというようなね、ケースが多いんじゃないのかなと思います。 まあそうなってくるとね、1回見てで、えー、このリコメンドしないという形のアマゾンだと、もう買う気の高い人がね、会計の高い人が、えー、検索するであろうキーワードでタイトルを入れて、でえー、会計の高い人がね、えーまあ、これならねあもう、もうすぐ欲しいと、他の社のカタログとちょっと違うなと思わせるような、ね、カタログを作らなきゃいけないという風な形になります。 リコメンド機能の作能をしていないオーストラリアアマゾンは正しいタイトルと一発でレるルカタログを使わないと売れないと。これは正直ね、初心者が自力でクリアするにはハードルが高い課題だと思います。アメリカ及び日本、ね、のアマゾンの場合はこのリコメンド機能が強力なおかげで、えー、商品説明、タイトルの後ろの方なんかに入ってる、ね、キーワードなんかも吸い上げて、えー、ズバリ ねえー、大してできない、できの良いカタログじゃなくても、えー、商品を入れとけば、アマゾンがね、何度も進めてくれて、売れるチャンスがあると、まあ。ところが、オーストラリアアマゾン、まだこのリコメンド機能がね、作動してないおかげで、えー、何度もね、えー、見てもらえる可能性が低いんでね、えー、逆に可能性が高いカタログを作るか、一発見に来たらそれで欲しくなるようなね、えー、カタログを作らなきゃいけないというようなね、 これなんだ物販、a z o n で物販するのはね、この苦労があんまりないからいいんですって形なんですけど、これはあたかもね、アフィリエイトあるいはね、この独自サイトの販売の際に求められるスキルまで、現時点のオーストラリアアマゾンだと必要です。これをね、クリアしないと売れませんし、逆にクリアできるサポートを受ければ、1人勝ちという形で売れるんでね、まあぜひ、オーストラリア Amazon は、 サポートなしでやるのはしばらくきついです。しばらくきついというかね、儲かり出してからもサポートなしでやったおかげで、ヘマこいて、えー、退場という形がね、えー、十分考えられますんで、まずはね、これサポートどんな形でやってるのか、あるいはね、どんな商品がいくらで売れてるのか、まあ、その辺の情報が載ってますんでね、こちらをクリックして、オーストラアマゾン輸出サポート申し込みページを見てください。以上、天板アカデミー堀秀夫でした。